さあではこれからアップルパークの中に入ります。騙されてる人、え、これあの 自撮り棒の上につけてんだよって言ったら、持ってない持ってない持ってないとかね、持ってるんだってここからアップルパークの中に入ります。アップルパーク、今までレジストレーションは MacBook だったのが、今回は Mac Pro になる、あ、すみません、 iPad Pro になります。 Good morning。通常のエントランスはこういう感じなんでしょうね。さあどんどん行きましょう。さあこの門の中から入りました。これずっとのびさんの動画に映ってる可能性が高いです。ここにあるので、さあ、ここから新本社がちらっと見えるスポットということです。スタッフの方々の笑顔がいいですね。さあちょっとキャンパス入って左に曲がって緩やかな上り坂に差し掛かってきました。今日、昨日はですねちょっと雷雨模様だったんですけど、今日は非常にいい天気です。なんかちょっと遊園地のエントランスを入ったような、あ、おはようございます。どうも。植生もですねちょっとまだ こなれてない感じはあるんですけれども、このように樹木と草のコンビネーション、今は朝日なんですけど、これ夕日も綺麗なランドスケープになるんじゃないかなと思います。広葉樹、あと常緑の木、いろいろ織り交ぜてアレンジしてある感じですね。さあそんなにきつくない勾配のように見えるんですけれども、ちょっと割と登ってる感じです。で右の方はなんかあの小高い丘みたいなものが別にありますね。これ今はまだ緑ですけど、秋の紅葉の季節も良さそうです。あ、おはようございます。素敵な雰囲気ですね。初めてですかキャンパス入られるの？もう下見してます。いや本当素敵で。夕方だったので、ま、た朝の雰囲気は違います。でも夕方も綺麗そうだなって今ちょうど言ってたところだったんですけど、あ、ここからまたスペースシップが見えます。はい、この丘に登る道からはおそらく大きくキャンパスが見えるんじゃないかなと思います。ここを登れる日は来るんでしょうか。で草がやっぱりまだまだこうちょうど田植え直後みたいな感じになってますけれども、あ、ここから大きなスペースシップを望むことができます。ちょっとした撮影ポイントになってますね。おはようございます。オスモが多い、ね、さあじっくりと眺めていただきたいなと思います。そうなんですよ、畑っていう声が聞こえたんですけど、本当いやいや本当畑みたいだなって僕も言ってたところなんです。おはようございます。
や、いやでも、ま、いや、おっしゃる通りだと思います。はい、いやいやはたと気がついたら中継が始まってて、いや中継をしちゃいけないということなんで、ビデオ撮影で録画、はい、ね、はい、でここがそのスティーブ・ジョブズシアターだそうです。どう、もう完全に真上から見たら円形、ここがスティーブ・ジョブズシアター。いつの間にかついちゃいましたね。ちょっとジョブズシアターの周りを一周していきたいなと思います。さあ、みんなジンバルプラス iPhone っていうスタイルがやっぱ普及しましたね。はい、あ、ここの方が先ほどのポイントよりもちょっと標高があるので、また新社屋が見やすいな。でも直径が450メートルということなんですけれども、大きいですね。敷地の外周は 1.1 マイル 1.6 キロぐらいのほぼ正方形に近い形だというふうに言ってました。だから一周回ると皇居ランに近いと。で、屋上部分にはソーラーパネルが入っていて、17メガワットの発電量があるそうです。ちょっと視点を落としてみます。やっぱりなんかちょっと起伏に富んだ風景が作られていて、単なる平坦な場所ではないというですね。さあ、じゃあスティーブ・ジョブズ・シアターの外周に戻ってみましょう。入り口、まあ、ちょっと床はこの白い光をよく反射する石材になっていて、ここが下に階段があって、結構深いですね。4階分ぐらい降りるみたいです。で、こう木のベンチがあり、そしてこの屋根の部分は結構、ビジターセンターは木材だったんですけど、ここは光沢のある、天井の素材が使われていますね。本当に綺麗な円なので、こうぐるりと歩いても非常に美しさが際立つ、そんな外周になっています。で、早速ケータリングが始まっていて、皆さんコーヒーや軽食を楽しんでいるところです。さあ、おなじみのセンサーボックス、このデザインですね。こう手を振ると車椅子用にオープンするという仕組みになっています。で、昨日ちょっと雨が降った関係で、こう滑らないように朝露を思いっきり吹きまくっているという、そんな風景が見られます。とにかく景色としては非常に広い、そんな印象があります。で、これがエレベーターですね。エレベーターは乗り口と降り口がこうひっくり返るような仕組みになるみたいなんですけれども、そのギミックとして、こう見て分かりますかね、螺旋というか螺旋形のようなレールが敷いてあります。これで回転して降りていくことができるんじゃないかと思います。さあ、このように、スティーブ・ジョブズ・シアターの外周を一周してきました。ちょっとちらっと見えますね、この下の部分を覗き込んでみましょうか。はい、この奥が、シアターになっていて、ちょっとスタッフが並んでいる足が見えるぐらいなんですけれども、このあとおそらく9時半ぐらいに入って、シーティングということになると思います。それではまた後ほどビデオをアップします。